ニコラザッカリアはギリシャ出身のバスカ手。本名はニコラス・アンゲロス・ザカリウー。ピレウスの生まれ。地元の聖歌隊でメネラウス・パランティウの指導を受けた後、アテネ音楽院でミルトス・ビシノウの訓導を受ける。1943年から歌劇場の合唱要員として経験を積み、1949年のアテネ国立歌劇場においてガエタ・ーノド・ニゼッティの ランメルモールのルチアのライモンド役でデビューを果たした。1953年には、ジュゼッペ・ベルディのリゴレットのスパラフチーレ役を歌って、ミラノスカラザに初出演を飾った。翌年には、クリストフ・ビリバルト・グルックのアルチェステの伝令役としてマリア・カラスと初共演している。1957年には、カラスの歌うヴィンチェンツ・ォベルディーニのノルマでオロベーゾ役を歌い、 コベントガーデン王立歌劇場に初出演した。同年、ザルツブルク音楽祭に出演し、ルートビヒバンベートーベンのフィデリオのドン・フェルナンド役やベルディのドン・カルロの宗教裁判長役を務め、以後たびたび出演を果たした。1958年には、ビルデブランド・ピチェッティの大聖堂の殺人の初演にも参加している。1974年には、ダラスでアンブロワーズ、 トマのミニョンのロタアリオ役でマリリンホーンと共演し、後にホーンと結婚した。アテネにて死去。ありがとうございます。